セレステ実況プレイやってきます。前回どこまで行ったかね。ああそうだ、こいつ出てきたんだ、忘れてた。あでもこいつはね、動かなければ何もしてこないからと、ここでまず作戦を練ろう。でなんかくるくる回ってるやつ取んないと確かダメなんだよね。だからうまく回ってるやつ取りたいんだけど、どうやって取っていくんだっけ。その前にちょっとキー操作忘れちゃったから、キー操作をね、思い出します。ごめんなさい。これやってジャンプダッシュ効果、はい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 。あでこいつ掴むんだな、うん、なんとなく思い出してきた。オッケーオッケー。こうでしょこうでしょ、でこうか、うん、オッケー、いいよ、うん、いいよ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 、はい、いいよいいよ。あでこれ上どうやって取るかって、あこうやって取ろうかって言ってたんだっけな前。そうそう、上のやつから取ろうか。こうやって上やって、でこうやればいいんでしょ、うんうんうん、いいね。でこうやってこう、あこうじゃない、今のじゃないの正解は。こうやってこうやってこう、あここ掴む、あまあ焦んない方がいいね。あー間違った。こうやってジャンプ、なんじゃダッシュ、あこうだ、あいけたいけた、なんかわかんないけどいけた。でこれ、あもう少しでいけんじゃん、あピンポンってなった、あいけたいけた、オッケーオッケー、あいったいった、やった、あーミスった、マジか、しまった。ちょっと待って焦んな。こいつは俺が行った奇跡と同じ奇跡を倒ってくるから焦んなきゃ大丈夫多分。まあでもいずれ追いつかれるね。そうだね、こうだ。あれさっきどうやった俺。なんかねさっきたまたまうまくいったからあんまりわかんなかったけど、あちゃうな。どうだ、なんでさ、最近のコントローラーはこんないっぱいあれがあんの、なんかボタンとか十字キーとかあんの。なんか十字キー以外にもさ、なんかグリグリする、なんかグリグリするやつがあってちょっと使いにくいんだけどさ、何なんていうのこれ、なんか何ていうの、両手で掴んでなんかうういいってできそうななんかやつあるんだけど、それはあんま使わないの。なんかそれ使ってもなんか操作できるみたいなんだけど、ちょっとあんまそういうのはできないんだけど俺は。多分ね、普通に上手い人はそういうのをうまく使うと思うんだけど、俺は何ていうの、昔ながらの十字キーぐらいならなんとかわかるからそれでなんとかやってんだけど、なんかね、Xbox のコントローラーを一応使ってるんだけど、その中だと、なんちゅうのかな、右親指と左親指で、なんかその、イエーってこう、なんか、いじれる、いじり倒せるような、なんか、そういうのがね、なんかそういうボタンがある、ボタンというか、なんかなんていうの、この、なんとも表現しがたいものがついてるけど、まあ、それはあんま使ってないです。使えないので。普通に十字キーと A ボタンと B ボタン、それだけ使ってる。こうか、なんか3体になってるけど、まあ3体になったところであんま変わんないよね結局。俺が行ったところの後ろをついてくるだけだから、焦んな焦んな焦んなかったらなんとかなる、焦んな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 って言ってるでしょ、焦んなって言ってるでしょ、はい、焦んな、焦んな、はいはい、焦んな、はい、焦んな、はい、焦んな、はい、イチゴはいらん、はい、焦んな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 、絶対ここでやられる。あここ気をつけよう。ジャンプこう掴む、オッケー、ちょっと集中集中、はい、なんか十字キーウィーとか言ってる場合じゃない。はいはい、ちょい集中、はい、ここ掴むでジャンプ、ここは一回ダッシュする、でここもう一回ダッシュ、ダメ、もう一回ダッシュしちゃダメか、ここダッシュしたら行き過ぎんな、よく考えたら。ってことはだよ、ダッシュしすぎちゃダメだからダッシュしなきゃいいんだね。オッケー、これでいいや。あーもう早くあいつどっか行ってくんないかな。なんか理屈上は焦んなくてもいいって分かってんだけど、ついつい焦っちゃうんだよな、なんかこいついると。ここあれだね、右右って行きゃいいね、右右で、あこつかみたい、あーなんか分かんないけどいけた、はい、いやこれで。おいここどうすんだどうすんだどうすんのどうすんのどうすんの今のどうすんの今のな、今のどうすんの、なんかいけたけど、まあとりあえずここまではいけるでしょ、でこれポンでしょ、でここなんかわかんないけどいけた、あいや、うん、いけたらいい、とりあえず結果オーライ、結果オーライでいい。なんかテクニック求めてるわけじゃないから、めちゃめちゃ増えてきたけど、どういうこと、こいつ自分のなんか心の弱い部分じゃないかとかって言ってたけど、弱い割には強いんだけどさ、やっぱりあれか、ネガティブな心の方が人間は強いというか、そういうことを
あの暗示してるっていうことかね。はい、こうやってゆっくり降りていく、ゆっくり降りていく。で、ここは右にだ、こう、はい、下。うん、いいね。気持ちいいよ。はい、気持ちいいよ。うん、気持ちいいよ。気持ちよくないよ。今のどうする？今のどうする？なんか適当にやってるからさ、あの、いっぱい戻されるとだいぶピンチなんだけど、どうやったかもう覚えてないから。なんかこんな感じで言ってたっけ？わかんないけど。まあ、とりあえず行けりゃいいんだけど、こうでしょ？こう、こう、ここまで行った、ここまで行った。あ、で、焦んなくて、こう。で、ここ、右、右、つかむ。ここまで行けた。長い、長いよ、一つのステージが。ここはもうダッシュするしかない。あ、わかった、わかった。右上ダッシュだ。右上ダッシュだ。こうでしょ？こうでしょ？あ、で、こう。違う。でね、今俺、セレステの実況をやるか、サブノーティカの実況をやるか迷って、セレステの実況を結局、いやいやながらもやってんだけど、サブノーティカをもうちょっとやるつもりだったのよね。だからサブノーティカって結構のんびりやるじゃん、あのゲームって。あのゲームってのんびりやるから、のんびりやるようにちょっと夜食としてウインナーをね2本焼いてきたのよ。今焼いてきたっていうか、まあ、ボイルしてきたのよ。で、そのウインナーをまあ食いながらのんびりやろうと思ってたんだけど、全然ウインナー食う暇がない。ちなみにウインナーってみんな焼く派ですか、ボイルする派ですか？私は断然ボイルの方が好きなんだけど、最近ね、結構電子レンジでもウインナーが作れるっていうことに気づいて、シャウエッセンだっけな、シャウエッセンが、シャウエッセンって呼び捨てでいいのか、なんかこういう動画でシャウエッセン様って言った方がいいの？でも別に提携してるわけじゃないからいいよね。提携じゃないや、提供か。提供してるわけじゃないから、まあ別に様付けする必要はないんだけど、シャウエッセンさんがね、確かウインナーのレシピで、正式に電子レンジでも作れますっていうことを以前ね、確かおっしゃっていました。で、それ見て私確かにウインナーを電子レンジで作れるなって思って、で、それで自分で作ってみたら、やっぱうまいので、電子レンジで作っても普通に不思議なもんで、やっぱりね、ウインナーってすごいうまい、うまい食べ物。あー、ダメだ。あ、こう引っかかるな。普通にウインナーってうまいよ。いまだにさ、子供舌なせいか、ウインナーなんだなんだ、今どういう進化出した。いまだに子供舌なせいか、ウインナーとかオムライスとか好きでさ、なんか結構バカにされるけど、全然好きなもんは好きなんだけどさ、よく考えたら結構やべえよな。普通にさ、おじさんがウインナー食いながら夜ゲーム一人で実況してるっていう、で、たまにはアニメ見てるっていう、これも完全にあれだね、やばい人だね。やばい人なのか、やばい人っていうか、そういう、なんていうの、趣味の方に申し訳ないというか、そういう意味じゃないんだけどさ、俺は全然恥じてないから、自分がゲームとかアニメとか漫画は好きなこと、むしろ日本の文化だと思ってるから、前も言ったかもしんないけどね、全然恥じてないんだけど、そういう人たちをバカにしてるわけではない、一切。でも俺はウインナーを食べて、オムライス食いながら、まあ、ハンバーグとカレーライス食べて、ゲームとアニメと漫画を見るっていうおじさんです。はい。まあ、それをどう感じるかっていうのは別になんともみんな次第かな。そうそう、はい。さあ、ここ集中いこう。一本集中。はい、はい、左下。よし、オッケー。で、こいつらはこう来る。止まる。右。よし、来た。で、こいつ取る。急げ。来た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 。さあ、そろそろ。そろそろ。そろそろ次のステージ。そろそろ次のステージ。おい、オッケー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 。来るの、まだ。そう。あ、ちょっと待って、一旦ちょっとウインナー食おう。せっかく作ったから。せっかくボイルしたからね。やっぱうまいね。なんでね、ボイルのがうまいかっちゅうと、なんかね、焼いちゃうと中の肉汁とかが全部出ちゃうけど、ボイルだと全然それがないんだよね。で、ちゃんとウインナーの裏側の作り方みたいなやつ見たら、お湯でボイルするときの方法も書いてて、その通りやった方がうまいよ。ね、しっかりと沸騰させたお湯に入れるんじゃなくて、確かね、780度、60度だっけな、それぐらいの温度のお湯に入れるって書いてるんだけど、その通り作った方がやっぱうまい。
まいうまい。ちょっと待ってね、オッケー最高、うまいよこれさ。お、なんか物語進みそうだな。ちょっとウインナーの話は一旦置いとくか。かっこいい、かっこいい。あれなんか今上空いてたけど、どうせイチゴでしょ。さあ音楽なくなったよ。なになに、電話？はい、もしもし。もしもし。もしもし。誰？鹿？公衆電話からかけてる？は、おめえがかけてきたんでしょ。ほうほう。何言ってんの？どっちでもいい。それより大変なの。あ、知り合い？誰かに追われてて。何がどうなってんのかよくわかんないけど、とにかく危険なの。それだけはわかる。あ、まあそうだね。今、なんかヤバそうなやつに追いかけられてるからね。鏡の中から出てきたけど。鹿が電話をかけてくるのは、夜中にパニックを起こした時だけ。誰だこいつ？恋人か？気を引くためにそんなわけわかんない作り話なんかしなくていいよ。作り話じゃない。ひどいよ、いつもそうやって。ああ、血は喧嘩してるってことね。はいはい。爆発してね。はいはい。悪かった。何があったの？ああ、優しいね。セレステ山に登ってて、古い鏡見つけて粉々に割れて自分の分身が逃げ出して、ちょっとこれなんだろうな。分かってくれんのかな、ちゃんと。なんか、変な薬やってるやつとか思われないかな。夢に決まってる。まあそうだよね。鹿と話さなくなってもう何ヶ月になる？誰なんだお前は。今になって突然話したりすると思う？ああ、もう私なんでこんな山登ってんの？なんか自分で登んなきゃいけないんだみたいな使命感に駆られてたよね、最初。なんでこの山登ってんだろう、確かに。ビビった。ちょっと今ちょうど、なんかコーヒー飲んでたんだけどやばい。ちょっと一瞬吹き出しかけた。ほんとなんで登ってんだか。もう諦めて帰ろうぜ。消えた。おー、食われた。汚ね。なに、怪物の腹の中じゃないわ。あ、戻った。どういうこと？この間にウィンナー食うわ。まあ、だからね、ウインナー電子レンジで作ってもうまいっていうのはあれだよ。爆発するまでやったらそれやばいけど、爆発する前までだったら、ボイルするのとそんな変わんないよ。ウインナーの美味しさ。なんかね、やっぱなんていうのかな、この、噛んだ時にパチッとこう皮が弾ける感じのウインナーが一番うまいと思うから、そういう意味だと俺の中だと今のところ、美味しさの順で言うとボイル。で、次がレンジ。で、最後焼き。うん。ただ、ボイルするときのデメリットって、どうしても鍋使うじゃん。だから鍋を毎回洗わなきゃいけないっていうめんどくささあるよね。確かに。うん。うまい。それを考えると、まあ、なんだかんだって電子レンジが一番いいかなとは思うけど、ここは変わってないね。お墓の、なんかメッセージ。怪物に壊れたけどどうなったの？これ戻ったよね、確か。前こんなとこ来たもんな。チャプター1の最後でしょ。で、この先で俺一回収録見せたから、もう悪夢のようなことが起こったの覚えてるから。あ、上なんだ。上あったっけ、かんな。不思議な山だね、セレステ山。この山は何なんだろうね。確かに。ちょっと気になってきたな。俺がこのセレステやろうと思った理由は、死にゲーが好きな魔族っていうわけじゃないよ。最初にも言ったけど。ね、単にストーリーにちょっと惹かれてんだよ。なんかちょっとそういう不思議な、あれ？またここ来た。
電話かけようか。今度は自分からかけたね。あ、は、誰だ？ママか。うん。しか電話くれるなんて嬉しいわ。はい。どう、旅行は楽しい？圧倒されてるかな。うん。パニック発作。はあ、ゆっくり深呼吸して大丈夫よ。一体何があったの？あ、なんだ？終わった。うわ、やべ。あー、また。なんかこのね、チャプタークリアの一枚絵出る瞬間鳥肌なんだよな、あいつも。え、ちょっと物語が進んできた感ある。すげえ。どういうことなの？この山は一体何の山なの？あの、なんか全然ストーリーは終えてないけど、不思議な山だっていうのは分かった。あと、セレステが、やっぱりね、ただのアクションゲームじゃないっていうのも分かった。これで。B 面アンロックはよくわかんない。さあ、登ろうか。次行こう。ちょっとウィンナーも食ってだいぶ回復してきたわ。パワーも。うん、コーヒーもうまい。ちなみに俺、コーヒー飲んだら、寝れなくなるっていう人結構いると思うんだけど、俺あんまそうでもなくて、逆にね、コーヒーを飲んだら、眠くなってくんだよね。異常なのかな。で、コーヒーさ、一時すげえ飲みすぎてた時があって、毎日、まあ、もって、本当にその、めちゃくちゃ飲む人に比べりゃそんな大したことないと思うんだけど、あ、これ死ぬのね。大したことないと思うんだけど、結構飲んでた時はね、毎日、何リットルなのかな、あれ、1リットルじゃないけど、700ミリリットルぐらいの、アイスコーヒーのボトルってあるじゃん。なんかブレンディーとか、ブレンディーって、ブレンディーさんの、ブレンディーさんの700ミリペぐらいのペットボトル様あるじゃないですか。あのペットボトルを、毎日1本飲んでた時があったのよね。で、その時が多分一番飲んでて、で、ちょっとやばいなと思った時があって、それが何かっていうと、これどうやっていくの？ここ掴むのかな？それが、なんかね、コーヒーを飲まないともう、頭が痛くなってくるぐらいまでなっちゃった時があったのよね。どうもそれカフェイン中毒の、初期症状みたいな感じらしいんだけど、コーヒー飲まないと頭痛くなってくるっていうの。でね、ちょっとそれまずいなと思って、まあ、まあ、一応コーヒー確かに好きだけど、ないと死ぬっていうほどじゃないから、さすがにね、ちょっと健康に害をなすぐらいだったらコーヒーは飲まない方がいいと思ったから、まあ、それ以降ちょっと控えて、頭がね、どうしても痛くなって、我慢できなくなった時にだけコーヒー飲むの。で、コーヒー飲んだらね、頭痛くなるのなくなるから、そういうことやってたんだけど、まあ、コーヒーの話は一旦置いといて、ベル鳴らそうか。喫茶店かな？お、喫茶店ですか？ああ、喫茶店っぽいな。喫茶店だったら、アメリカンコーヒーを一杯ください。カフェインは普通に入れてくれていいです。あ、でもせっかく喫茶店に行くんだったら、普通にブレンドとかアメリカン飲んだらもったいないから、カフェモカとか飲むかな。で、俺初めて知ったんだけど、カフェモカって、上にこうクリームいっぱい乗ってんじゃん。あのクリームって最初に混ぜて飲むんだってね。全然知らなくてさ。当ホテルのコンシェルジュ。あ、ごめん、喫茶店じゃなくてホテルか。ちょっとわかんなかった。改めまして、超一流高級リゾートってなんだ？セレステホテルへようこそおいでくださいました。はあ。コンシェルジュの大城さん。ああ、日本人の方ですか。客が2人も。ほう。何泊のご予定ですか？あ、通りすがり。はい、泊まらないと。あ、ここ通してくれって言ってるのね。裏口。こんな感じじゃないな、多分。泊まってくれなきゃ困る。うん。だからさっきのは、裏口っていうぐらいの感じだね。さっきから全部聞こえてますけど、あ、心の中で喋ってる声じゃなかったんだ。
ベタなネタ突っ込んでくるな。いずれにしましても表の通用門、ごめん、裏の通用校は従業員専用でして、はあ、ですが最上階のプレジデンシャルスイートからは山頂の絶景が望めますよ。高級のくつろぎ空間をご用意しております。じゃあそこから屋根に登って裏へ降りられますか。こいつも天然だな。宿帳に記入いたしますので、お前はいただいても、ちょ、口回ってない。泊まるつもりはなくて。あ、いいんじゃないの、どうせあの後払いでしょ。後払いだからまあ部屋泊まるって言って、そんで部屋の窓から逃げちゃえばいいじゃん。これ何、あ、こっちのボタンか。かなり古い宿帳のようだ。ほとんどのページが破れたりなくなったりしているが、宿泊客が書き込んだメッセージは光を放っている。ここで過ごした時間は一生の思い出です。こんなにくつろいだの初めて、ありがとうございました。不吉だね。鳴らしたら来る、鳴らしたら来ない。行こう。あ、え、あ、ここも普通にアクション面になってるのか。じゃあまあやるしかねえか。これは当たったら死ぬから、当たったら死ぬから、今まであれだな、よく考えたら針とか、まあ自分の分身みたいなやつはまあ当たったら死んだけど、こうやって普通に雑魚敵で当たったら死ぬ敵でできたの初めてじゃない。そうでもないか、俺が気にしてなかっただけか。掴むか。うん、落ち着いていこう。さっきまで急いでるわけじゃないし、なんか音楽もちょっとね、なんかのんびりした音楽になってきたし。っていうかさ、ちょっと一個のさ、なんていうの、ステージというか、うわー、マジかい。一個のステージというか、この、死に戻り地点まで行くの、時間かかるようになってんだけど、なんか。あ、これはゆっくり降りていきゃいいのか。違うの。エレベーターじゃないの。ホテルだからエレベーターだと思ったんだけど、違うの。はい、行こう。あ、ダメだ。あ、まあいいや。はい。あ、違う。そう、上に行かんとダメなの。上行けないじゃん。上行けないじゃん。上はどうやって行くんですか。はい、こう。いや、違うよね。斜めに飛んだら角度的にやばいから、真上に飛ばなきゃいけないけど、真上に飛べるか、あれ。どうやって真上に飛ぶ、あれ。一旦下ろして、こう行くか。ああ、タイミングの問題か、あとは。じゃあ、これぐらいのタイミングで、横行く。上。で、掴む。掴めん。いや、意外とむずいぞ、これ。ちょっと気合い入れんと意外でやばいかもしれん。集中。集中。ダメだ。あれ？なんだ？俺なんか勘違いしてる？こいつを取ったら復活するから、上、上ってやればいいか。そっか、こうか。はい。ごめんね。なんか理解が悪い。さあ。鍵を取ろうか。まあ、掴むを多用して、ああ、斜めに行っちゃった。っていうか、俺、やばい。すげえ、今、すごいことに気づいた。あのね、Xbox のコントローラーの十字キーずっと使ってるつもりだったんだけどさ、気づいたら左の親指が、ねじねじのいやらしい感じのやつにこう、指をタッチしてた。なんかわかんないけど。不思議な魔力がある。こっちでも操作できんだ。この、ぐりぐりやるやつで。親指でイジイジできるやつで。すごいね、最近のゲームコントローラー。でもこれ何に使うんだろうな。普通に十字キーだけあれば良さそうなもんだけど。みんなどうやって Xbox のコントローラー使ってんの？よいしょ。OK。さ、ここちょっと考えようか。まあ考えるまでもない。こうか。はい。危ね。OK、OK。取ったらもう死んでもいいよね、多分。死んでもいいよね。まあ死なないけど、頑張って。あ、でもダメだ。死ぬわ、どうせ。鍵手に入れてるでしょ。OK、OK。いいよ。無理しなくていい。別に。頑張るプレイをやるわけじゃない。頑張るプレイじゃない。頑張る。プレイは頑張るよ。プレイは頑張るけど、結果がついてこないのはまあしょうがない。なにこれ。気持ち悪いことになってんだけど、かなり。あ、ダメだ。ちょ、待てよ。うわ、これ、気持ち悪いな。デザインが、まあ、こういこう。で、こうか。
で、あれは多分エレベーターでしょ。だから、こう。で、降りていって、で、こう行ってみよう。あー、ダメだ。こう行ってみよう。で、こう。あーっと、焦った。焦んなくていいの、これ。焦んなくていいね。うん、焦んなくていい。焦るな。こう。なんだ、なんか、トリッキーなことしたぞ、今。またトリッキーなことした。よいしょ。よいしょ。あ、こっち一旦掴むか。あ、そっちのが。のんびりいけるね。で、棚してこう。あ、いや、これが安定する。はい。で、ジャンプ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 、掴む、ジャンプ、はい。で、焦るな、ジャンプ、ジャンプ、掴む、で、左上、ジャンプ、はい。はい、焦るな、右上、ジャンプ、はい。焦るな、オッケー。あ、おった。さあさあ、どうぞこちらへ、鹿様。この廊下の先にエレベーターがございますので、あちこちガタ来てるみたいですけどってレベルじゃねえけどね。本当に営業してるんですか？まあ宿泊客来てるって言ってたけどね。もちろんですとも。あんたでもなんか浮いてっけど。観光シーズンの書き入れ時ですから無休で営業しております。ん？ガタが来てる？この人何を言ってるんだ？あー。おっと失礼、荷物をお預かりしましょう。荷物？自分で持てます。そうおっしゃるなら、変な客だな。さあ、変なのはどっちなのかね、これは。というところで、今回セレステ実況、一旦ここで区切ります。面白ければ、また次も見てください。セレステが気になるっていう方も、次見てくれると嬉しいです。高評価、低評価、チャンネル登録及びコメントお待ちしております。では、また次回お会いしましょう。バイバイ。